三河駅は、石川県白山市三河中町にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。駅名は開業当時の所属自治体である旧、石川郡三河町の名前に由来している。普通列車のみが停車する。また平日に限り、金沢方面からの当駅始発列車が2本、設定されている。白山広場側短式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線、 計2面3線のホームを有する地上駅。1番乗り場が単式、2.3番乗り場が島式である。自由通路とコミュニティプラザを併設した、協場駅舎を持つ。協場駅舎構えは、駅北側に駅舎があった。また、改札、自由通路がある2階には飲食店、三河37カフェが併設されている。小松駅が管理し、 JR 西日本金沢メンテックが業務を受託する業務委託駅で緑の窓口が設置されている。バリアフリーには対応しておらず、改札内と乗り場の間は階段のみで結ばれている。2019年度の1日平均乗車人員は907人である。石川県統計所と白山市統計所によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。 三河電車公園駅の表口側は日本海広場、裏口側は白山広場と名付けられている。北口には1995年に川崎清監修による高さ約12メートルの大型モニュメントが設置されたが維持管理などの問題から解体されることとなり、2014年春までに短時間利用限定の駐車場が整備されることとなった。北口の西には 三河電車公園が整備されている。ありがとうございます。